アズール宮崎 BS の小山です。今日が初めての投稿なんですけど、アズール宮崎 BS についてね、まず話していこうと思います。アズール宮崎 BS とは何ぞやというところなんですけども、宮崎県宮崎市にある宮崎臨海公園っていうところの北ビーチというところをお借りしてビーチサッカーの活動をしております。で、今年2022年の九州大会を目指して、今メンバー8人とマネージャー1人で活動をしております。で、まあまず軽く選手紹介ね、まあ、ここに多分画像が出ると思うんですけど、まず1番ね、佐藤智也選手。高校まで野球部で、本当にサッカーもしたことない選手で、それでも入ってくれてちょっと本当に嬉しい選手なんですね。で、次、児玉一世。宮崎工業柔道部出身で、ほんとサッカーも経験したことないんだけど、めちゃくちゃサッカー好きなの。で、それで入ってくれた。で、次が、甲斐紀明選手。初めて体験会開いた2月に、やりたいんですっつって、来てくれて、そっからもうドハマりしてくれて。まあそこからもう一番お世話になってる選手ですね。一番練習試合でも点取って、理学療法士で体の使い方とかまで教えてくれてね。すごく大事な選手でありますね。で、次が、塩満優太選手ね。これはまあ、アズールの企画部長として、まあ今頑張ってもらってますけど、まあこの YouTube を始めようって言ったのも、この塩満選手の一声があってね。うん。ね、始めたというわけですね。次が背番号的に言ったら誰かな。あ、長田選手忘れてました。背番号10番。ね、長田選手。この人はとにかく面白いです。すぐふざけます、いい意味で。すごい、なんていうかな、ちょっとしたことでもボケようとしてチームを和ませてくれるようなね、すっごい面白い選手ですね。で、次がね、斉藤健太選手ね。この人はもうめっちゃ走りますわ。うん、その点取って目立つとかのタイプじゃなくて、円の下の力持ちみたいな、その自分たちの味方のミスをカバーしてくれるっていうね、もう本当に縁の下の力持ちっていう感じのタイプの選手ですね。次がランドリーレオン。これまたイケメンが来ましたよ、うちのチームにも。もうこの選手の特徴は何といっても足が速いということですね。もうまあサッカーも大学から始めて今2年か3年ぐらいしか多分サッカーやってないんですけど、動き方はまあなんていうかな、サッカーした人に比べてたらまあ結構劣ってる部分はあるんですけど、まあゴールへ向かう姿だとか守備頑張って走るとかはもう本当に認めてる選手でね、今後期待がかかってる選手であります。で、最後がね、僕なんですね。で、まあ、僕はまあ、高校、大学までキーパーをやってたんですけど、まあ、ビーチサッカーでフィールドに転向するということでね。まあ、これから頑張っていきますよ。で、今年の目標として試合で5点取るっていうのがあるのでね。まあ、そこにまずは向けて頑張っていきたいと思います。で、マネージャーで、山口りみさっていうマネージャーがね、入ってくれました。今はまあ、選手8人。この選手8人とマネージャー1人という形で、まあ今後活動をさせてもらいますが、選手募集しております。希望で言えばあと、3人か4人ぐらいは、うちキーパー1人でね、まあ欲しいなとは思ってるので、興味がある方は、連絡をお待ちしております。はい。まあこんな感じでしょうかね、アズールの紹介というのは。次、YouTube の目的についてちょっとだけ喋ろうと思います。まずまあ YouTube の目的としては、まずビーチサッカーを広げること、そしてアズール宮崎 BS を広めること、そして宮崎県の魅力をもっと広めていくこと、この3つが大きな目標というか、まあ目的にはなってきます。まあその他にも選手、サポーター、ファン、スポンサー、まあ応援してくれる方々も、まあこれを見て応援するよとか、まあビーチで声かけてくれたりしたら嬉しいと思ってるのでね、 YouTube をまあどんどん広めていって、まあどこまでいけるかわかりませんが、今後やっていきたいと思います。で、まあ YouTube の内容としてはなんですけど、
まあメインになってくるのがまあ練習風景だったり、まあ練習の開始前、開始後のちょっとした、ね、オフの時間というかそういうとこだったりとか、まあ今後はまあいろんな宮崎のいいところ行って、まあそこの魅力を発信していったりだとか、あの携帯ゲームのウィーレがめっちゃ流行ってるので、まあアズール内でそのちっちゃい大会を開いたりとかもするので、まあその様子だったりとか、まあいろんなアズール宮崎っていう姿をね見せていけたらと思います。で、今日の撮影日がまだ初蹴り前なんで、初蹴りが今週の土曜日8日ねにあるので、またその様子も載せていけたらと思います。はい、まあということでチャンネル登録とインスタのフォロー、そしてまあ今後はまあ TikTok も長田選手がメインになってやっていく予定なので、まあそこら辺も見てもらって拡散していただいて、応援する人が増えていってくれたらなと思います。ありがとうございました。